まあライブが良くて、そのくらいのところでやっぱりできるクラスのことをやってるぞと、世界を変えれるに決まってるって思ってんだよね。好きなのを1枚選んで、俺には絶対見せない、どれでも、OK、で、カメラにちょっと何を撮ったか OK、 そしたらじゃあそれを載せてください。で、俺がこれからこれを切っていくから、ここっていうところでストップ、いいよ、ストップ、こっち載せます。じゃあカメラちょっとやった。で、宮田がここを強く親指と人差し指で強く持って、で、直人はそのカードを強く念じてください。いくよ、強く握ってる、いくよ、それ、おお正解。うん、当たってるけど、なんかすごいんじゃないのこれ、なんで盛り上がんないの、すごいじゃないの、すごいじゃないの、当たったんだから、なんで、なんでお前らそんなリアクションなの、手痛いし、手痛いし関係ねえじゃん、手痛いし関係ねえじゃん、あとパッキー、ナオトしか見てねえから俺何度買った段取りか、段取りなんですか。ファンキーソン TV 始まるよ。今回はなんかね、自分たちにやってきたことの答え合わせみたいな感じが自分の中であって、まあ、アルバム出してツアーやれるっていうところまでやっと来れた中で、大切な部分は残しつつ新しく進化を遂げてみたいなのをいっぱい感じたというか、今回2人目のジャイナが結構一緒に回ってくれて、でマサとかとよく話してたんだけど、やっぱそう10月入ってぐらいのライブでジャイナが見てくれた時に、ボーダレスがやばくなってるねって言ってて、なんかあれだけ尖ってメッセージ性強いのにお客さんがめちゃくちゃ踊ってるっていうのは見たことなかったって言ってて、だからそうだなと思って、でそれはすごいやりたかったことで、なんか思いが強いってなるとどうしてもみんな聞いてしまうけど、思いが強いから踊らずにはいられないみたいな曲になったらいいなっていうのが、そう、あ、そうなってきたなっていう感じがあって、同じ、まあ、セットリストっていうかね、曲が続く時と、まあ、変える時もあるんだけども、それがね、毎回やっぱ場所でもね、同じことをやっても同じにはならないのね。それがなんか、そのそれがあるからこそ、そのいろんな形が見れるから、最初こうだったよなっていうのが、いやこうじゃないか、いやこういう考え方もあるっていうように変化していく。ワンショットもなんか、そのやっぱグルーヴが今のファンキストは自分でもなんか強いから乗せれるんだよね。ワンショットでもレゲエフィールで気持ちよく揺らして、でビーメロのワンショット Take the kill me っていうところで、こうみんなでわーって動くとかもできるんだけど、でそうするべきか、それとももっと歌詞の世界観とかを信じて生き切るべきかみたいなのは、すごくこう自分の中でも考えたし、メンバー間でもいろいろどっち行くみたいな、で結構その後そのリストの中で
こうみんなでワッと上がれるところもあったりするから試しに行き切ってみたらみたいな。じゃあもう本当にやってみようかみたいな。で結構見てる人がもうなんていうの、圧倒できたらいいんだって。その昔でいうバナナトレインとかみたいに、もうなんじゃそりゃーってなれたらいいなみたいなとこまでやった時に拍手が起きなかったの。ライブ終わった時にシーンって、あこれかもなと思って、ワンショットって。でそれ勇気がいてさ、なんかこうお客さんをきっとある意味こうドーンってやりっぱなしってこれ届いてんのかなと。でもなんかそこをあえてやりきって、でもなんかその後に三日月トリップとかが来てピースボール来てとかの時に、なんか最後ピースボールでそのワンショットから続いてたこういうのがうわーっていうのに変わったのを見て、あちゃんとみんななんていうの受け止めてくれてるんだなっていうのが実感に変わったから、なんかそういう意味では1曲単位でこうどうじゃなくてアルバムの中でライブの中でストーリーを描くっていうのがアルバムツアーはできてるんだなっていう。まあ、素直だよねなんか音楽に対してすごく素直な状況というか、なんかこう正直全然器用なバンドじゃないと思ってて、ファンキストってなんか不器用の塊で一見器用そうに見える、みんないろんなことできてみたいな。で蓋開けてみたらみんな大したことできるわけじゃないんだ。なんなんだけど、その不器用ながらもやっぱりそう感じたものに対して率直にこうぶつかっていくっていうパワーに関して言うんであれば、すっげえ力を持ったメンバーたちで、ただもう単純にそれがやっぱりその 100% でぶつかり合うことができるバンドになったんじゃないかなという感じがすごくして、今ライブが良くて、でみんな純粋に楽しんでライブ今してて、まあ例えばワンショットって曲もそうだけど、ソメにもっとガンガン行ってくれよってバンドが思ってるって、すごいあいつにとっては大切なことで、もうね、まあ39、もうすぐね来年40っていう大人が、いろんなものを見て、いろんなものが分かった上で立ち返って、やっぱりすごい全部を信じれるライブっていうのが今できるっていうのは本物なんじゃないかなと思って、思いとか伝えたいこととか音楽に見てる可能性とか、多分3人とも課題評価してて、音楽ってものそう世界を変えれるに決まってるって思ってんだよねそれが課題評価だとも思ってないから世間一般から見るとね、所詮音楽じゃねえかって言われることもあるんだけど、え魔法じゃねえのみたいな音楽って魔法でしょみたいな。3人ともバカだから信じきってるところは強いんじゃないかな。すごく四角い箱が好きでまたバカみたいな、 なんか結構俺らウエストとかが多いのも、ウエストってただの四角い箱だから全部に均等になんか音楽とか思いが届けられてる感じがして、そういう意味ではリキッドはすげえ好きな箱で、この箱好きってもう見た時にここでやるみたいな感じが、まあぶっちゃけサメちゃんが超リキッドルームでやりたいって言ったんだよねそうなんだけど、そうでもまあ俺自身がそのリキッドルームに対してのその見え方というか、単純にすげえアーティストがみんな昔やってたよなみたいな、中学校高校くらいの時の憧れのバンドたちはみんなリキッドをやってたみたいな、そういうところだから、パッてその話が出た時にまあ現実感はないわけ、こうリキッドルーム、あのリキッドだよねみたいな、
だからそういう意味ではね、だから最初はなんとなくこうほわってしてたんだけど、でもやっぱりそのなんだろ こうツアーをね重ねるごとにね、やっぱ最終の目標がそういうリキッドルームっていうのが、あ、それ良かったんじゃないかなって途中から思い始めて、結構ほわっとしてたのが結構明確に見えてきて、なんか、うん、やっぱそのくらいのところでやっぱりできるクラスのことをやってるぞという気持ちにはなってきたんだよ。こうやっぱツアーってこうさっきも言ったけど変化していくから。そう、まあワンマンはウエストでずっとやってたんだけど、最近やっぱり昔のファックスみたいな、まず今目指すところエビスリビットルームなんだなと思ってて、やっぱりそこは、うん、ゼップとか行く前に、と考えても一歩前にリキッドをソロールドさせるっていうのがやっぱり目標として結構背伸びしないとダメだったなっていうところだったかな。ドブライのね挑戦というところで、なんか今まで、まあ、リキッド何回か挑んでて、でもソールドさせれてなくて、で、まあ、2年前にその指導するときに自分の中でこう2年先まで見てシングル切ってアルバム切って最後ワンマンみたいなでかいとこでっていうのは、なんかそこまでいけるかどうかの勝負かなと思ってて、でリキッドかなとか、でまあ、当然思い描いてた通りの道ではなくて、ここで抜けるみたいな、ここで旅立ちみたいなのが乱発したから、うん、でやっぱそこでね、いろいろこうだったらこっちかなとか試行錯誤したこともいっぱいあるし、立ち止まらなきゃいけない時もあったし、だけどうん、だ意地みたいなのもあるよね。それでもここまで来てみんなが背中を押してくれて、仲間たちが応援してくれて、自分たちも胸を張った音楽が作れてアルバムもできて、でも最後いろいろあったからやっぱりちっちゃいところになりましたってなんかやだなと思って、どうなるか分かんないけど、まあ、これが放送される2日後だから、うん、でもなんか、うん、せっかくこんな素敵なことができてるなら挑んだっていいじゃないかっていう、うん、挑戦だね。本当に久しぶりに挑戦してるって感じ。なんか、うん、ずっとチャレンジは、小さいチャレンジをずっとし続けてきたけど、大きい山みたいな。俺たちが鳴らせば世界が踊る。ファンキストニューアルバムボーダレス。ファンキストボーダレスツアーファイナル、エビスリキッドルーム。世界中で音を鳴らしまくったファンキストがリキッドルームのステージに帰ってくる。チケットは各種プレイガイドで絶賛発売中。12月8日は恵比寿リキッドルームに集まれ。はい、ということで、はい、今日は12月4日ですよ、はい、もう4日後やってきました。恵比寿駅でちょっとまあ、ナオトも初リキッドだし、はい、うん、そうそう、俺と宮田も行くの本当4年ぶりとか、すげえ久しぶりだから、ちょっとね、多分8日にこの改札を出て、うん、みんなも恵比寿リキッドルームまで歩いてね、はいはいはい、来てくれると思うんですけ ど、 ちょっとその道を俺らも歩きながら、ちょっと4日後に控えた、はい、まあ、これ見てくれてるみんなにとっては2日後に控えた、そうか、そうだね、6日にオンエア、うん、でも本当オンエア直前に恵比寿の街にやってきてますので、まあ、ちょっといいです、行ってみましょうか、行ってみましょう、行ってみましょう、はいはい、いやどう今日スタジオだったけど、うん、どうですか。いやいいんじゃない、このリストね、リスト今日だからこれ見ながらみんなね、どんなリストを、そうだよね、まだみんなはね、分からないっていうか、そう、ライブ当日にならないとね、そう、ね、まさか1曲目あのね
あの曲から始まると思わなかったね。でどの曲ですか。曲目ね。うん、1曲目。最初にね、うん、まさか染めが出てこないなんて。言うから始まるのもしかしたら。すげえな。すごいね。いや、まあ、ここにちょっとこう電車の高架下がありまして。ビズ駅前。それをくぐって。くぐる。うん、行きます。うん、そっか、でももう結構このリキッドに向けて、うん、で、まあ、実際リキッドやろうって決めたのは、うん、レコーディングする前だったもんね。そうだよね、今年の3月とか、うん、そうかそうか、2月とか、ねえ、ねえ、でも実はその前から、うん、なんとなく2年後の最後はリキッドとか、そしたらずっと行きたいね、そう言ってた、ずっと行きたい、うん、ナオトが入って2年、2年、早いわな。どんな2年だった。何年だろうね、いろいろあった。もうさ、だからさ、ぶっちゃけで言うと、うん、そう、どんな2年でしたっていうのがあまりにも濃すぎて、うん、ねー、そうなのよ。だからこんな2年の道のりを歩めたらいいなと思う、うん、道のりを歩めたこともいっぱいあったし、あった、うん、でそれ以上の景色が見れたこともね、ある。それこそビファーレン、そうね、優勝してとかして、ね、スタジアムでやらせてもらってなんて、うん、想像もしてなかった、想像もしなかった、うん、とかもあったし、でもそれと同時に、うん、ね、旅立つメンバーが3人もこの2年でいたりとか。ね、想像しえなかった。それは想像してないもんね、だってね、さすがにね。でもたどり着いた、ね、そう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 、まあなんかどっかつながってたわけだよね、今のこの形になるあれがあったわけだね。でやっぱこう改めて、うん、ツアーに、うん、ね、いつも来てくれる人とか、うんうん、今回リキッド久しぶりに来てくれる人とか、うん、やっぱそうやってファンキストの音楽を信じてくれてる人の力は大きかったね。いや大きかったよ、本当に。うん、なんかそれだけ自分なんかだけだったら多分なかなかね、こうできないわけじゃないですか。その辺は支えられたなとは。なんかさ、長崎今回ボーダレスツアーであったじゃん、うん、でやっぱ初が、ナオト入って初が長崎だったじゃん、はい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 、なんかそこでのなんかその自分の、うん、なんて言うんだろうな、ファンキストでの立ち位置みたいな、立ち位置というかの違いみたいなのはやってて感じた。あったあった、うん、やっぱ全然違った。俺もなんか思ったんだよね、なんかあの時はまだバンドが始まってもいないっていうかさ、そうだね。気持ち的に言えばまだファンキストとかじゃなくて、ファンキストって名前はついてるけど、サポートミュージシャンだよね、完全にイメージとしては。すごくその、うん、ナオトファンキスト昔から知ってくれてもいるから、うん、こそ気使ってくれてた部分もあったしね。そうね、形は崩したくないなみたいなのがすごいあったからね、うん、なんかね、うん、今バンドいいよね。そうだね、今はもうそういうのは全くないからね、うん、今のファンキストいいなと。そうね、強いよね、うん、のが強くなった2年間でも。そうね、どうすか宮田さん。いやなんかね、リキッドルームってさ、こう何回か経ったけど、うん、今回最小人数だなと思ってね。あ、うん、ファンキストが3人ね、うん、そうそう、いっぱいいろんなライブしてきたからさ、うん、今自信持ってさ、今のファンキストがでウィスリキッドルームなんかできる気はするんだけど、うん、多分俺らが最後にやったリキッドのすぐ後にこの状態でやれって言われたらできなかったのかなと思って。いっぱい乗り越えたものがあって、なんていうの、こういっぱい掴んだものがあるから自信持って立てるんだなと思って、うん、あんまさ、こうあのライブが良かった、あのライブがダメだったとかってさ、うん、見に来てくれた人たちにとっては1回だし、うん、俺らにとってもちろん1回だから、うん、あんま言ったことないんだけど、ないない。でもそのやっぱ俺指導ツアーのツアーファイナルがウエストだったじゃん、うん、あの時がやっぱり自分の作りたかったライブができなかった悔しさがすごくあってさ。これは発表しちゃったね今ね。そうで、あれがワンマンライブ東京でやったワンマンの最後なのよ。そうか、そうだね。そうで、やっぱあそこから2年経って、うん、今は絶対に崩れない自信があるし、ああそうね、そうだ、なんかちょっとね、うん、2年越しの東京でのまま着いたよ、リキッドルーム着いたね。
今日ライブなんだね、今日ライブなんだね。ということで、はい、リキッド、うん、あと2日後、2日後、ね、どんな景色がそうだ待ってるのか、どうですか最後。多分これがこう直接映像としてファンキス TV 見てくれてる人に届けられる最後のメッセージなんですけども、じゃあミヤちゃんから。前回場所に来るといろいろ思い出すものがある。前回キットでやった時の自分らの環境、いろんな周りでいろんな人たちがいたなと思いながら、そこからバンドのメンバーも変わり状況もいろいろ変わったんだけれども、またこうやってリキッドルームに帰って来れたんだなってちょっと思ってて、やっぱりこう何かね、ありがちな言葉になっちゃうんだけれど、応援してくれてるみんながいたからやっぱりたどり着けたんだなって思って、こう親も何だろう、やっぱいろんな人の応援があって背中をしてもらってきてるので、当日いい時間にしたいなって思いました。場所に来てだな、うん、ダオとグランドキャンプさんそうね、でも場所に来るとちょっと違うよね、みんながここに当日並んで ね入ってくれるの、あれはあるね。ちょっとね、他のやつでも書いたんだけど、割となんかで気負いをしてないというか、まあ俺初めてだからリキッドが、だからまあ今までツアーでやってきたことをしっかりとやったら、それが一番かっこいいファンキスなんじゃないかなと思ってて、あもうそれをまずしっかりとやるっていうのがまあ一番かなと。でやっぱりそのいろんな場所で見てきた風景だったりとか、そういうのが一つ一つライブで消化することによって、どん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 新しいファンキスになってて、で今回のこのボーダレスツアーのとりあえず最後までリキッドルーム、だからやっぱりその回ってきた今回ツアーで変化してきたものを消化した姿が今回のリキッドルームなのかなと思って、でまたこれが終わりじゃなくてこれからがスタートになる、うん、でまた多分俺勝手に思ってるんだけど、ボーダレス今回アルバムですごい演奏してきて、まあ、今回のファイナルでやるんだろうな、多分このアルバムボーダレスってこの演奏ってここは最後だと思う、はいはい、で次のもうステップに多分進むのそうきっと、うん、楽曲たちが、だからそういう意味ではこの大切に作ってきたボーダレスでツアーで大切な仲間たちに支えられて、あのたくさんの人に支えられてきた、変化をしてきたボーダレスツアーの中でね、それをやっぱり最大限表現したい、またステージでしっかりとそれを皆さんに見ていただきたいなと思ってます、うん、イエーイ、はいはい、いやもう本当にこのファンキスト TV を通して再三僕は伝えてきたんですけど、今のファンキストやべえ本当に思っていて、なんかこうあんなことあったねこんなことあったねとかもあるんだけど、でも実はなんかそれが全部糧になって今が一番やべえっていうことが要は言いたいだけなんだよね。なんか大変だったよねって言いながら、でもがあったからあの曲生まれたよなとか、があったからあの景色見たよなとか、あれがあったからあの時3人でやろうなって肩組んで歩けたよなって俺は思ってるから、そのね3人で肩組んでたどり着いた恵比寿リキッドルームで最後来てくれるみんなと肩組んで一緒に笑い合いたいなと、なんか本当に音楽が壁とか俺らの間にある境界線を全部取っ払ってくれると信じてますので、全員でファンキスト12月4日エビスリキッドルームでやりましょう、ここで待ってますということで、リキッドルームの前からお待ちしております。ファイファイ